ご覧いただきましてありがとうございます。2013年の1月1日、時刻は22時53分です。車は現在、長野県の、国道158号、もう間もなく阿房峠に差し掛かろうというところです。吹雪いてる映像を撮ろうとしたんですが、ちょっと吹雪いてませんね。先ほどまですごく吹雪いてて、吹いてる映像を撮ろうとしたんですけども、今ここはロードヒーティングが入って下に温泉が通ってますので雪がないですが、今少し窓を開けてるんですけれども、温泉の匂いがプンプンしてくるんですよね。少し画面を見ると雪が降っているのがご覧になれます。現在の気温がマイナスの3度です。標高がこの辺りはおそらく多分1000メートルぐらい、阿房峠のちょうど峠は1200メートルぐらいありますけども、で今ここで左折しますけども、正面がこれ上高地の入り口になります。冬季閉鎖です。でこれよりですね、阿房峠全長4キロぐらいありますけれども、これを抜けると長野県から岐阜県の、高山市上高村、飛騨市ですかね、上高村というところで、車の方は進んでまいります。ちょっとやっぱり風が吹いて雪が舞ってますけれども、もう間もなくしますと阿房トンネルの、入り口に差し掛かります。あと当麻まではですね、あとおよそ1時間50分ぐらいですかね、1時間50分ですから、12時、到着予定時刻は0時45分ぐらいを見込んでいます。今阿房トンネルに入りました。全長4000メートルぐらいあります。